はい、6月21日月曜日、フットサルニュースチャンネル始めていきます。フットサルのニュースをまとめてお送りしていきます。週末 F1、F2、そして女子リーグも開幕、U18 選手権もありますので、盛りだくさんで今日やっていきたいと思います。河合さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日のアシスタントは、よろしくお願いします。若林です。はい。よろしくお願いします。では、河合さん、お願いします。はい。じゃあ、河合さんですね。若林さんって言いました。びっくりした。そう、今日小村さんもね、見てくれるってさっきツイッターで言ってたから、ぜひ書き込みもしてほしいなと。小村さん、会ってるの？この間会いました。チームのお祝い渡しに行ってきたのと、ほぼ娘たちと遊びにというか公園に連れてってもらって、ベビーシッターしてるのね。そうそうす、はい、ぜひね、皆さんコメントもよろしくお願いします。ではトップニュースからお願いします。はい、じゃあトップニュースいきます。森岡香織選手が F リーグに電撃復帰です。立川府中で源明選手とチームメイトになります。いや、これ驚いたというか、まあね、ちょっと行くならもう府中ぐらいしかないみたいな話は前からあったんですけど本当に行ったぞっていうちょっと驚きだったんですけど、やっぱりでもスターですね。ツイッターとかでの反応の量がやっぱ彼の名前出ると全然違って、で今まで、まあ、そんなに熱心にフットサル見ていられない、まあ、この放送を絶対見てない方々も反応するみたいなレベルでいろんなコメント来たんで、いや、やっぱすごいんだなっていうのを改めて個人的には感じましたし、もうすごいみんな楽しみですよね。次がね、名古屋なんですよね、立川府中の対戦相手が。なので今週の試合に間に合ったらね、一つも大きな、トピックになりますし、ね、今もう NF トサルさんもね、早速名古屋戦に間に合いますかねって入れてますけど、まあちょっと個人的にはそこをね、みんなが期待してるぞっていう感を出すためにも、あのタイミングでの発表だったのかなと、個人的には思いますけど、若林さんどう感じました？森岡選手の日本復帰。まあ F リーグ復帰ですね。まあ多分、ワールドカップもまだ諦めてないと思うんで、うん、まあ、そうなったら、じゃあやっぱりこう、より、日本で見てもらった方がこう、目につきやすい。活躍もしやすいっていう感じで移籍してきたのかなと思いますし、まあ、スペインでも試合には出てたと思うんで、またあのプレーが見れるのはめちゃ楽しみやなと思います、ね、最後点取ってましたしね、最後の方で、うん、でまあちょっとスペインだとね、もう試合はないような状況にもなってるからアピールも難しかったと思うんですけど、こっから4試合、いや森岡薫すごいことをやると思いますよね、ちょっとねね、何かがかかってる時とかもう本当にね、そういう時に結果出してあそこまで行った男なんでね、これ本当に楽しみだしね、源明がどんなパスを森岡薫に入れて、僕ワディさんとツイッターなんかでもね、森岡がゴール決めたら源明に抱きつきに行ってほしいねって言ったら、丸岡ラックの北川選手と高尾選手が抱きつくじゃないですか。高尾選手がこうピョーンって飛びつくような感じで、あれを立川府中でもやってほしいみたいなことをね、話してたんですけど、ちょっとね、楽しみですね。まあ、結構、府中はね、今年、上福本選手とか渡辺選手とかね、ベテランがいなくなったっていうことを考えても、非常にいいね、補強になるんじゃないかなと思いますし、ね、ここからちょっと楽しみですね。うん。はい、皆さんありがとうございますね。あ、チケット売り切れる前に買いましたよっておいうとこですね。あ、ゆきおさんが背番号99でしたが、渡辺さんは自分の13つけるの大関係だったって言ってましたね。そうなんですね。うん、まあ一緒に2人ね、昔会社を起こしたりしてましたからね。うん、はい。いや、楽しみ。本当これはね。まあ、あと300試合、300ゴールか、までね、記録も非常に近い状況なんで、うん。まあ、その記録達成とかもね、ちょっとビニシウス選手が今、通算得点ランクで単独首位になってますけど、そこの争いも一つ、リーグとしてもね、見どころかなと思います。お、パンナさんが、カオルのシューズ注目しましょうって書いてる。なんだろうね。スペインでね、こういうブランドのやつじゃないのかな、多分。
あ、ムニック？うん。なんか、今やってると思うんで、ちょっと何履くか注目したいですね。はい。ね。じゃあ、いろんな注目点がありますんで、まあ、今週か来週は絶対出ると思うんですよね。今週、名古屋戦本当間に合ってほしいですけど、リーグの登録の発表がね、ちゃんと出ることを期待して、たいですね。うん。楽しみ。はい。じゃ続いていきましょうか。はい。じゃあ、続いて週末の試合結果を。はい。F1 からですね、シライカー大阪とバサジ大分の試合は2対1で大分が勝って、これちょっと意外だったんですけど、大分今季初勝利なんですね、3節目で。まあ開幕戦引き分けて、2節でちょっと敗れるということがあったんですが、シライカーに逆転勝ちかなで、勝利してますね。はい。で、ペスカドーラ町田と横浜の試合は1対0、毛利のゴールで町田が勝利しております。隅田と北九州はね、鬼塚翔慶選手がハットトリックする活躍もあって5対1で隅田が、大勝しましたね。で、北海道と浦安の試合は、シーソーゲームになったんですが、浦安が3対2で、北海道のね、ホーム開幕戦で、初勝利を挙げてますね。はい。で、一番注目だった名古屋と湘南の試合ですが、これはもうね、本当昨シーズンの借りを返すっていう名古屋のね、気合がものすごい出て、5-0 名古屋という、かなり大差がこちらもつきましたね。はい。で、長野と立川府中が、内田選手のね、最後のゴールで、立川府中が3対2と逆転勝利を収めましたと。ね、これ森岡選手がね、帰ってくる前に、こうやって結果をしっかり残せたのね、良かったですね。はい。なんか印象に残ってる試合だったり、プレーだったり、若林さんありますか？そうですね、まあ、ちょっと自分たちの試合とも被ってたんで、今回は、全て全部見れたってわけじゃないんですけど、やっぱりオーシャンズと湘南は、もう去年の試合があったんで、ちょっと楽しみにしてたんですけど、うん、まあ、名古屋がもうやることちゃんとやるっていう、まさに、もう、そこが本当に出て、その差が、そのスキルの差で、もう5点入ったんじゃないかなっていう、ここですかね。もう本当、フットサルの基本、なんかこう、攻撃はシュートで終わるとか、ディフェンス奪われたらもう絶対すぐ奪いに行くとかっていう、そこのスキルの差がもう全然違うように感じた試合だったんで、まあそこはすごく、本節、面白かったなと思うところと、まあ、あとはフーガの、鬼塚選手のゴールなんかはすごく、まあ、自分はうまいなって思いながら見させていただきました。あのループですか、最後。そうそうです、トラップして肩口抜いたループあれね、水谷選手だったけどパスもね素晴らしかったですよね。 あ、うん、あれだ、永田選手ね。はい。いや、ああいうゴールってどうなんですか？選手から見ると、こう、1点、2点取ってるから、だいぶちょっと冷静になれたりする部分とかってあったりするんですかね？多分、もうそこはもう、余裕を持って、今日は自分はできるなっていう自信が多分試合の中でも変わっていくと思うんで。うん。そうすると、やっぱ視野も広がって、ああいうところは結構リラックスして、いろんなこと考えて、プレーはできるんじゃないかなっては思います。あと、名古屋、湘南、ちょっと湘南がこう、無失点で、ちょっと完敗みたいな形になっちゃったんですけど、うん、なんか選手とかチームってどうなんですか？切り替えを考えたときは、こう接戦で負けたときと、こうちょっと差が開いたときって、どっちがどうってありますか？どっちがどう？自分たち結構今までだったら負けることがほとんどなくて、うん、で、久しぶりに負けると結構みんな落ち込むんですけど、まあ、でも女子って試合の感覚がその毎回詰まってるわけじゃないんで、期間が空くから逆にこうもう、あ、次っていう風にはなりやすいんですけど、男子の場合ってこう翌週も試合があるじゃないですか。はい。そこのメンタルの持っていき方っていうのは結構難しいかなと思うんですけど、まあどっちにしてもやっぱ試合は来るんで、うんうんうん、で練習も毎日あると思いますし、うん、まあ、その中でこう、次の対戦相手に向かって練習をしていくと思うんで、まあその練習の中で切り替えっていうのは全然できるかなと思います。北海道なんかね、今年開幕戦でね、大敗しましたけど、しっかり、うん、
次に向けて切り替えてやれたのかなっていう感じの試合やってましたしね。はい、うんうん。ちょっと湘南も、ね、ここで力が問われるところになりそうですね。しかも名古屋、吉川選手抜きですからね、これね。そう。吉川いない。今週で全勝がね、名古屋だけになりましたもんね。あ、うん。ちょっとね。負けたから。はい、おなじみの、リーグ状況になりつつある感じはするんですけど、まあ、あとね、今年また U20 の合宿があるんですけどね、そこにも呼ばれてる毛利選手がね、素晴らしい、まあ、今季初ゴールを挙げて、チーム勝利に導きましたけど、僕、この試合、久しぶりにというか、今季初めて取材行ったんですが、ちょっと、うん、まあ、その前の品川の試合もね、品川と、浜松かの試合もね、見させてもらったんですけど、ちょっと、うん、停滞した感じの、お互いに、あれ、前、なんだっけ、町田はね、あれ、横浜が前から来ねえぞっていう感じになって、横浜も、あれ、町田がハーフまで引いたぞっていう感じ、なんかお互いにね、見合うような感じになっちゃって、で、横浜なんか特に3セットを敷いてるのに、全然プレッシングいかなくて、いや、それだったらもう2セットにした、もうね、早い段階で切り替えた方がいいんじゃないかと思って、最後の方だけね、ちょっと、出場するメンバー選んでやってたんですけど、なんかちょっとちぐはぐなゲームになっちゃったかなっていうのはね、個人的に感じて、まあ、両チームね、若いから、そういう予想しなかった時の引き出しが少し少ないのかなっていうのは、感じたゲームでしたね。はい。まあ、でもね、この1回目があったから次がまた面白くなるっていうのもあると思いますし、シーズン中にね、こういう、まあ、もう IS 対策として多分他のチーム、この試合見て次から引いてくるんじゃないかなと思ったりするんで、まあ、横浜もですし、町田もね、ピボに入った後どうするかみたいなのはちょっとあると思うんで、はい。そこをどうやって、こう、チームがね、成長していくかみたいな見方をすると、また一つ興味深いかな、と思いましたね。で、あと、今年、全般的にキーパーの活躍すごいなって思う。まあ、毎年なのかな、もしんないけど、横浜のね、野村選手とかもすごい止めてましたし、イゴール選手も良かったし、大阪、大分もね、キーパー良かったと思いましたし、特に浦安の斉田選手とかもね、ものすごいの止めたり、顔面セーブもあったけど、うん、はい。浦安はね、うん、勝俣さんが行かないと勝つなっていう、ジンクスがまた発動してましたが、はい。ね、ちょっと、いろいろ浦安も今年初勝利を挙げて、帝京長岡のね、出身の長坂選手と、石田選手がね、ゴールを決めたりしてて、非常に次また面白そうですね。はい。コメントで、ゆきおさんが書いてくれてますけど、うん、イゴール MVP で間違いないと思いますって書いてくれてますけど、今キーパーの話してましたけどね、イゴールもすごかったですよね。フリーキック、こう、逆サイドまで移動して、なんかブロックに突っ込んで止めてたようなやつとか。うん、そう、あと壁の、また下に出てきたのをね、反応して止めたのもありましたね。稲葉さんか誰かが壁いらないんじゃないかって言ってましたけど、また下抜けてきてんのに止めちゃうもんね。うん。すごかったですね。イゴールすごかったですね。で、ちょっと試合後、イゴールと、あれ誰だっけな、イゴール話聞いたりしたんでね、またちょっとフットサルメディアノートの方でも記事出していこうと思うんで、はい、ぜひ見てほしいなと思います。あとは、うん。友野さんが、長野見ていて心が痛くなりました。開幕戦しっかりいい試合していただけに。ね、この府中もまた劇的なゴールで、府中はね、最後の最後にすごい攻め込みましたね。ジョー選手もね、内田選手の決勝ゴールの前にオーバーヘッドを枠に飛ばすのありましたしね。オーバーヘッドありましたね。あれどうですか、オーバーヘッドの、ヘッドとして。見ました。それ、ああやってしたらいいんだなっていう。いや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 。アップでもオーバーヘッドされてたのに。ワディ情報ですね。ワディ情報で。はい。まあでも、こう、有観客になったんで、やっぱり。そういうのも、まあ、こう観客の人が見てて、ああ、こういうのあるんだっていうのは、やっぱ面白いと思いますし、まあさ、こう、海外の選手がそういうことしてくれると盛り上がるなっていうのもありますし、
ヘッドは。本当は1試合1回は目標にしてるんですけどね、私も。セパタクロみたいな、ね。ボールが来ないっていう。誰かセンタリング上げる人とかね、そうそうキーパーに話したりしないといけないね。そうなんですよ。なので、ちょっと、まあ、自分も見習って。まあ、やりすぎると怒られちゃうんで、これ、小村に。そうなんですね。そうそうです。はい。じゃリードした試合だったら、増えるんですかね、うん。そうですね。まあ、リードした試合とか、例えば残り何秒とか、あ負けてって、そうそう、ラストワンプレーとかはもう出そうって常に頭に置いてますけどね。うん、こうどう早くシュートで終わるかみたいなところがあるんで。確かに。ね、いや、長野はでも本当にラストでね、負けるっていうのは、もう早くも2回ありますからね。そうですね。友野さんも書いてくれてますけど、ちょっとね、後半ファールも溜まってしまってっていうところもあったのかもしれないですけど。うん、確かにプレス行きにくくなりますしね、ファール溜まっちゃうと。ね、ちょっと、はい。まあ、長野ね、まだ勝ち点ないんで、なんとか、ね、どっかで勝ち点を早めに得て、上にね、少しでもプレッシャーかけてほしいなと思いますけど、うん、ちょっと、なかなか今、まだ厳しい状況な感じですね、はい。ただ長野も横浜もそうですけど、なかなか他のチームも簡単に勝たせてもらえてないんで、うん、なんか今シーズンはどこも油断できずに接戦が多くなりそうな予感がしますよね、ここまで見てると、うん、まあね、F2 もね、今年ちょっとそういう意味ではぐっと上がってきたなって感じもありますし、うん、はい、全体的にね、ボトムアップできてるのかなってちょっと楽しみですね。うん、次、長野は北海道なんですね。北海道。はい。ちょっとこちらもまた注目したいところですね。はい。じゃあ次行きましょうか。あ、順位表出たの今。あ、順位表ちょっと古かったですね。ごめんなさい。はい。じゃあ次、F2行きましょう。F2はね、今年、から配信はマイクージュでね、去年と引き続きやってますが、マイクージュがインターネット配信イレブンに名前が変わったということです。はい。フットサルですがイレブンです。はい。で、試合結果を言うと、品川シティが 5-1 でアグレミーナ浜松に勝利、広島 F10 が、1-2 で白山に敗れると、これちょっと笑ってる理由が、皆さん分かるかと思いますが、先週、この試合の前日に、村上さん出てくれたんですが、3連勝したら、レギュラーかって言ってたのに、まさかの負けるという、ね、ちょっとこれで首位陥落してしまったんで、はい、ちょっと試合終わって、結果知った時に、負けてるやんって、LINE したら、凹んでますって書いてきました。はい。ね、ちょっと一体で先制したのに、広島逆転を許し敗れるという形になってしまいましたね。はい。で、デウソン神戸が、浜田に 7-0 とね、しっかり点を取り切って、勝ちまして、無敗のままこちらが今神戸が首位に立つというね。いや、これどうですか、神戸首位っていうのは。嬉しいですね。でもやっぱり普段から練習場でも会いますし、うん、やっぱ昔から運営も手伝ったりとか、うん、まあ、ずっとしてる仲なので、やっぱり気になりますし、まあ、ここな何年かはすごい、こう、デウソンらしさっていうよりかは、まあ、こう、そういうところがなかったんであれですけど、今年からはやっぱりまた、ちょっと、頑張って、こう、神戸を盛り上げてくれてるなっていうのはあるので、とても嬉しいですね。ね、7点取って勝ち切って、しかも無失点って、これもう鈴村さん、すごい喜んでそうですもんね。うん、やっと、こう、自分のやりたいことが、ね。得点が今12得点で、リーグ今最多になってますからね。こちらも非常に、うん、いい成績かなと思いますし。ね。いや、普通もこれ、いや、でも、品川もね、非常に、ボラ選手がね、2試合連続で先制点取って、試合を動かして、うん、
こちらも非常に今、いいコンディションでやれてるっていう。なんか今日、試合後、ボラ選手とはね、直接ちょっと取材もさせてもらったんですけど、久しぶりにこう、F リーグの、チームのメイトと練習して、序盤はすごい疲労が抜けなかったっていう、体が重かったっていうようなことを言ってて、今それがコンディションすごい上がってきたっていうのは言ってましたね。であとまあなんでそんなにねゴール取れるのみたいな話したら、やっぱ自分はそれを取るのが仕事だし、その責任感がねちょっと他の選手とは違うかもしれないみたいな感じのことを言ってて、で結構ベンチの様子とかも見てたんですけど、若い選手がね、ベンチ戻ってきて少し肩落としてる時なんかボラ選手結構アドバイスもしたりしてたんで、はい、非常にいい役割果たしてるのかなと思いますし、まあ、この間の配信でもね、村上監督は、普通の選手ってなかなかそういうボラ選手みたいなこの選手と戦う機会が今までなかったっていうふうにね、言ってたんで、非常にそういう、普通全体のレベルアップっていう意味でも、果たす役割大きいのかなと思うんでね、こちらも非常に期待したいですし、まあ、次またね、品川は浜田が相手ということなんで、まあ、ボラ選手をね、こう浜田がどう止めに行くかって、ボラ選手がどんな、テクニックとかね、個人の力を見せてくれるかっていうのも一つポイントになるかなと思いますね。はい。で、次節の話にするとまたね、神戸がこれ広島と対戦なんですよね。あれ？日程ね、ちょっと待ってください。はい。はい、広島、うん。広島です。広島が神戸と対戦ということなんでね、今節でちょっと首位を落とされて連勝途切れた広島が神戸をね、食えるかどうかっていうね、注目の試合になりますね、うん。ね、それこそさっきの話じゃないけど、負けた後の試合でね、広島も連戦になるんで、うん、ちょっとここ注目したいところですね。コメントで上島さん、ウーさんもコメントありがとうございます。デウソンいいですよって書いてくれてます。お、試合後に鈴さんの笑顔が見れますねって書いてます。ねえ、今週勝ったら大きいですよね。うん。広島とも勝ち点差つけれますからね。で、その後がね、神戸はね、品川と直接対決、これ横浜武道館で行われるんで。品川のホームゲームなんですけど、横浜、はい、開催になりますが、これも一つね、F2 の頂上争いになるみたいな注目のカードになると思うんで、はい、ね、楽しみですね。そう、あと、浜松ね、非常に、まあ負けたんですけど、うん、もうなんか、スタメンから結構若手を起用して、で、まあ、試合、まあ、僕らね、やっぱ結果論でこう話しちゃうからあれなんですけど、試合見ると、ベテランが出てるセットの時の方がね、落ち着いてて、まあ、最後1点はパワープレーなんですけど、それまでの4失点中3失点が、若手のセットの時だったんですね。だからまあ、高橋監督にもね、なんか、スタメンベテランにしなかったのどうしてみたいな話を試合後したんですけど、まあ、今までの浜松とね、違うところを示したかったっていうのをすごい言ってて、うん。まあもちろんめちゃめちゃ悔しがってたんですけど、ね、そういう経験を一つ詰めたのは良かったかなっていうのも言ってましたし、まあ浜松の選手たちもね、試合後の自分たちが、こう、勝てなかったことに悔しがってるのか久しぶりみたいな話も、してたりしてね、非常に勝利に貪欲になってるっていうことは伝わってきて、でも残り2節、まあ今年から F2 は3巡するということになったんで、残り2節ではね、絶対品川に勝って、勝ち越しでシーズン終えるぞって、もうすぐ終わった瞬間から、まあ試合中もね、ずっと逆転するぞって言ってたんですけど、そういう気持ちになったっていうんでね、楽しみですね。浜松はあさって U20 との練習試合もあるんですけど、その次の週もね、週中に名古屋サテライトと練習試合するそうで、うん、辰巳選手に、ね、その話聞いたんですけど、もうその4連戦で、こう、どんどん自分たちをね、今試合をいっぱい経験して、こう、レベルを上げていきたいっていうようなね、ことを言ったんで、本当神戸、浜松、広島、品川のね、この昇格できるっていうか、プレーオフ進出の1枠をめぐる戦いっていうのは、ね、今年すごい面白くなるんじゃないかなと思っております。はい。ね、楽しみにしたいなと
というところでございますが、そしてね、ここから次本番ですね、女子ですね。本番で。はい、ここから女子の話に移っていこうと思います。はい。6月19日に開幕して、スポゾーンって今年は配信されて、ね、去年までクラブがマイク中で配信しなきゃいけなかったんですが、一つそういうところが入ってくれて配信もしてくれるということで、これチームにとっても良かったですよね。そうですね、まあ、そこの、まあ、労力って言ったらですけど、やっぱりこう配信の質とかも会場によって変わってしまったりとかして、こう見てる人がこうちょっと見にくいなっていう場合もたくさんあったりとか、まあそのタイマーのことだったりとか、まあいろいろ意見いただいてる中で、こう各チームがこういろいろ考えながら配信はしてたんですけど、やっぱりできる範囲とかスペックの問題があったりとかしてなかなか難しかったので、まあ、今回こうやって専門のこういうところがやってくださるっていうのは本当、まあ、自分たちにとってはすごいメリットしかないかなっていうふうには思います。しかもね、オープニングマッチの浦安と宇部の試合だったかな、北澤さんがいきなり解説するっていうね。いや、それびっくりしました。ま、前、前日か2日前ぐらいに決まったのか分かんないですけど、聞いた時にもうそんなのもできるんだっていう感じでした。まあ、どういうふうにこう配信されるのかも私たち分かってなかったので。うん、確かに。で、完全無料で見れてるっていうことですね。僕まだちょっと気づいてないんですけど、はい。完全に無料で全部見れます。ハイライトも見れますし、振り返りてか、見逃し配信もきちんと保存してあるので、今も見れる状況になってるので。うん。はい。ね、ぜひ、スポーゾーンちょっと、ね、登録して、女子の F リーグも、追ってほしいなと思いますが、ちょっと試合結果をじゃあ言っていきましょうかね。まあ、琉球大と府中のね、試合が、琉球大に、コロナのね、ちょっとクラスターが発生したということで、延期になりまして、オープニングマッチがね、浦安、前回女王の浦安と、宇部の試合になったんですが、こちらなんと14対0というね、なかなかな大差が、ついて、シュート数が76本とかでしたかね、浦安。そうっす。いやー、やりきりましたね、これね。なかなか集中最後ね、切れちゃったり。まあね、結構若手のテストするチームとかもあったりするんですけど、浦安の場合も全員日本代表みたいなテストどころじゃないですもんね、これね。そうですね。次に向けてアピールみたいなね、アピール合戦みたいにもなったのかなと思いますけど、神戸のね、今年のまあライバルになると思いますが、どうでした？若林さん、浦安。自分たちの試合の前にやってたんでちょっと見たんですけど、うんうん、まあこう、やっぱり日本代表の選手が多いのももちろんそうですし、まああとは、なんだろうな、デザインされてる、まあ女子の中だったら多分一番デザインされたプレーっていうのがすごい得意なチームだと思うので、うん、まあ、そういうところを、まあ、しっかり発揮して、勝ったなっていうところはありますね。コーナーキックだったり、キックインだったりっていうところもそうですし、うん、まあ、そういうチームって絶対強いと思うんで、あとは誰と出ても、なんかちゃんと目的がはっきりしてるかなっていうのは見てて感じました。うん、セットは割と固定なんですか？いや、結構いろんな組み合わせで出てて。あ、そうなんだ。なんか去年まで、こう、日本代表セットともう一つのセットっていう感じじゃなかったですね。なんかいろんな組み合わせで。それどうなんですか、選手としては対策ね、誰かが出場停止になった時に力落ちなくていいのかなっていうのがちょっと想像つくんですけど、対戦する側からしたらどっちがやりにくいとかってあります？セットがこう流動的に来る相手と、うん、こいつが出てくるなって分かってるのと。それはやっぱりこう、あ、このセットで、例えば丸岡さんなんかはもうずっとあのセットじゃないですか。そうですね。大学生セットと社会人セットみたいな感じだけど、あ、まあそういう方が、まあこちらとしてはこうやってくるよねっていうのはずっとやってる分明確にこうできたりとか、狙いどころを持ってとかはできるかなっていうのもありますし、逆にそういう子たちの方がこう連携が深まってる分やられることもあるとは思うんですけど、うん、メリットもデメリットもどっちもあるかな。
でまたこう浦安さんみたいに例えばいろんなセットで組む、まあ、昨日はもしかして開幕戦は、まあ、試しの部分も多かったかなとは思うんですけど、自分たちも結構昔は誰と出てもなんかその場でセット組まされてその場で出てその場でやるっていう感じのチームだったんで、うん、相手からすると何してくるんだろうっていうのはあると思うんで、まあ、ただ浦安さんの場合はこう監督がいてこういうプレーを目指してるっていうのがあると思うので、どのセットが出てもそこのプレーを目指してるっていう部分では、まあ、その固定のセットとは一緒かなっていう、うん、そこはありますね。なるほどね。いや、でも本当、今ね、バンダさんが、浦安はベンチ入り14名中、12名が代表もしくは候補経験者っていうね、もう銀河系軍団ですね、これね、本当に。昔のね、男子の浦安がこんな感じでしたもんね。代表経験者がでずらっと集まって、外国籍選手いないけど、名古屋に対抗できるみたいなね。いやーこれね、楽しみですね、本当に。うん。で、続いて、隅田レディースとアルコ神戸の試合、3-1 でアルコ神戸が、白星スタートを切りました。おめでとうございます。ありがとうございます。若林さん、1得点1アシストですよね。はい、やったりました。やったりました。キーパーで出るかもって言ってましたけど。あ、すいません、嘘ついて。でも去年本当にキーパーで風雅戦出たんで、自分からすると風雅戦初めてだったんで、F リーグでやるのが、まあ、結構楽しみにしてた部分でもありますし、まあ、ウォーミングアップまでは多分みんな、え、若林キーパーなのとは思われてたと思います。アップもキーパーとやってたんですよね。そうですね、ちょっとキーパーコーチがシュライカーと兼任なんで、来れない日が多くなると思うんですけど、まあ、その場合はもう自分がウォーミングアップ手伝って、まあ、しっかり準備してもらってっていう感じになるかなと思います。それは隅田をちょっとあれキーパーってこう警戒させる狙いもあったんですか？全然ないですよ。また若林キーパーかよとかもなかったと思いますけど。SGGK 発動しなかったんでよかったです。皆さん、スポゾーンでハイライトとかでも見れると思うんで、若林さんのゴールシーン振り返ってもらいたいんですけど、はい、菊池選手ですかね、右サイド突破して、結構動き直してこう、最初マイナスでもらおうとしたところ、反対にゴールに近づいてパスもらったと思うんですけど、動き直しはコース切られたからなんですか？そうですね、まあ、その自分と菊池選手の間に1枚いて、そのディフェンスがどうするかなっていう、感じだったんですよ。で、菊池の方に寄ったらマイナスでもらおうと思ってて、で、最初マイナスのポジションを取ってたんですけど、逆に自分の方を切ってきたんで、で、まあ、菊池シュート打つかな、こぼれ球かなっていう感じやったんですけど、結構やっぱ目がずっと合ってたんで、菊池選手と。おー。それで、まあ、チックの動きみたいな感じで動き直して、あそこに出してもらったんで、ほんと触るだけだったんで。菊池選手もよく見てました。よく見てくれてたんですね。いや、よく見てました。あとその前の頑張りが。うんうんうん、彼女、今年から F リーグ初っていう形なんですけど、まあ、ああいうプレー得意なんで、まあ、ガンガン行ってもらって、自分待ってるだけっていう、美味しいところをいただくよっていうのはずっと試合前から言ってたんで。でもその 3点目は逆にこう、シルキーパスみたいな、アシストが鮮やかでしたけど。2点目はそうですね。あれはまあ結構、まあ、去年、一昨年ぐらいからずっとやってることというか、まあ、これでも自分はアルコに来てからずっと狙ってるんですけど、まあ、3レーンをしっかり作った中で、まあ、そこを狙っていくっていう、まあ、高畑が、まあ、相手に触られてましたけど、しっかりシュート打ち切ってくれたんで。はい。はい、ファンナ、うんのさんからコメントで、若林さん、PK 外した青山選手に一言っていうコメントが来てます。結構上に。PK も、まあその青山も去年1年、怪我、まあ、前十字靭帯切って、妹の方なんですけど、前十字靭帯切って1年間頑張ってリハビリして、またこのピッチに戻ってきたっていうのもあって、でまあ、PK になったのも、PK になったの知らなくてみんなベンチは。はい。で、フリーキックかなと思ってたんですよ。で、タイムアウト取ろうって言ってて、パッて見たら、いや、PK やでってなって、
誰蹴る、で多分中では誰蹴る誰蹴るってなっちゃってたんで、うん、まあそれで多分あの PK 苦手な選手が何人かピッチの中にいたんで、でそれ考えると青山がまあパンチ力あるし、まあ、思い切り打たせるかっていう感じで多分青山になったんですけど、まあまあ、あの 50%50% ぐらいだと思うんで、フットサルの PK って。あの、豪快に外してたんですけど。豪快だいぶ豪快に外してたんですけど、まあそこはまあ、まあほん、でもあれが、例えば負けてる試合とか、0-0 の場面だったら、もうちょっと笑えないですけど、うんうん、まあそういう、ちょっと 3-0 で勝ってた雰囲気の中で、まあ自分たちの甘さも出たかなっていうのはすごい自分たちも終わった後に思ってるので、まあ、ああいうところちゃんと、じゃあ自分が蹴りに行くねとか、いうところができないと、うん、リーグ終盤とかしんどくなるよなっていうのは終わって反省したんで、まあ、青山が悪いわけじゃないので、っていう感じですかね。ありがとうございます。まあ、思いっきり蹴ってくれたんで、あの、全然スッキリって感じです。うん、本人も笑ってましたもんね。で、弱く蹴るよりかはもう、ボーンって外してくれたんで。そこは全然。誰が蹴るって決めてないんですね。あんまり決めてないですね。なんか、結構やっぱピッチにいる人がだの中で誰うまい、誰蹴るっていう感じが多いかな。でも多分今回の件で、まあ、多分大体蹴るやつは決めようかっていう風になると思うんで。練習とかって PK ってやるんですか？シーズン中。あんまりしないですね。2PK はしますか？第 2PK も、この間、ちょこっと練習っていうか、誰が蹴れるかっていうのを、うん、まあ、監督が見てっていう感じですけど、女子って第 2PK になることがほとんどない。ああ。なるほど。結構、5ファールまで溜まるけど、第 2PK まで行ったことほとんどないと思うんで、うん、試合中にあったのが2年前ぐらいの浦安戦でミレリが決めたのがあるから多分それぐらいですね。ミレリさんが。そうそうそう。コメントでワディさんがアップはキーパーユニでしたねって書いてくれて。あとゴールパフォーマンス敬礼されてたと思いますけど、シュライカーリスペクトですかって書いてます。あの、やっぱりこうちょっとうちのキーパーコーチがシュライカーのキーパーコーチもしてるので、ちょっとこう、つながりができて、で、まあ、加藤翼選手とか、まあ、愛しのぶは、ずっとレウソンで、神戸で、はいはい、仲良かったの、チームメイトが仲良かったりしてたので、まあ、そういうところもあったりとか、まあ、あとは開幕に向けて、ちょっと、ビデオメッセージみたいなのもいただいて、共に頑張りましょうっていう感じだったので、まあ、ツイッターとかのやりとりとか見てもらったら、あれだと思うんですけど、わかると思うんですけど、まあ、ツイッターの中でも、じゃあ、勝ったら、まあ、加藤翼選手がよくやって、こう、最高のやつやりますね、とか、いうのをやってた、言ってたんで、まあ、お礼の意味も含めてやってたんですけど、結構こう、スポゾーンの抜き方がちょっとまだ、まあ、注文が。はい。いやでもスポゾーンの人もね、もしかしたらフットサル初めて撮影だったかもしれないからね。難しいと思います。なかなか展開早いし。うん。うん。なんか実況の方も詳しかったですけどね、フットサル。あ、そうなの。めっちゃ詳しく、お伝えしていただいて、うん、なんか私がタイに行ってる話とかもしてくれてて、個人の情報をしっかり持って解説してくれてるなっていうのはすごい感じました。そうなんだ。ちょっと僕まだ見てないんで、後で楽しみにしながら見ようかなと思いますが。ぜひ見てください。いや、でも勝ってよかった、本当に。なんかもう、本当に。今日負けて来られたらどうしようと思ってたから。負けてたら無理ですっていうところだった。無事、本当に。よかったです。はい。はい。で、北海道イルネーベと SWH レディース西宮の試合は、5対0で、西宮が勝利という結果になりました。ね、こちら、あるこの最大のライバルですが、いかがですか、この 5-0 スタートを彼女たちが切ったことについては。そうですね、まあちょっと何人か、あれ、いつもいる顔いないな、みたいな子はいたんですけど。うんうん。江口さんとか、江川さんね。江川亮とかいなかったんですけど、まあちょっと、まあでも、うん。まあ SW、キーパーも確か、
あの山本じゃなくて多分もう一人の、19歳の子かな、20歳の子かな、若い子が宮選手、宮飛鳥選手、はい、伊藤さんですかね、飛鳥選手が出てて、うん、あなんかこう、まあこう、SW も若返りがどんどん進んでるんだなっていう感じは受けましたし、うん、まあ、でもまあチームとしては多分まだ完成っていう感じではないと思うので、まあまあその中でもこう、まあ、江口以外の選手がゴール決めてるっていうのはやっぱり強みかなって思いますし、うん、うん、ね、そうですね、江口さんは点取ってないけど久保田選手がハットトリックしたり、あ、そうです、そうです、ちょっと名前が新鮮なね、パッと見たらあれどこのチームだっていうような感じの得点者の名前並んでるような感じですもんね。いやーね、ちょっとここも選手層がすごく熱くなってきそうで面白そうですね。うん、これアルコは1日目試合でしたけど2日目もみんな残って見てた感じなんですか。基本的に、他のチームの試合を見ることが、コロナの、ガイドライン上ダメで、うん、で、まあ、スカウティングっていう形で、例えば監督とかが残って、こう、ビデオを撮ったりとかっていうのはできるんですけど、選手が全員残って、じゃあ選手が見に行きますっていうのが基本的にできないので、浦安の試合も自分たちの入りの時間に入って見れたって感じなので、いつもだったらちょっと早めに行ってみようかっていうのができたと思うんですけど、うん、今結構その出入りの時間が必ず決まってるので、なので残ってみてっていうのはできなかったの で、ね、昨日はスポゾーンで見させていただきました。なるほど。いやね、でもう一試合が、今回ね開催した福井丸岡ラックが 3-1 で埼玉サイコロに勝利という結果ですね。ね、丸岡はどうでした？これもスポゾーンで見られたってことですよね。はい、見てました。まあ、今季、どこのチームを初めて見る形だったので、まあ、一応見ようと思って見てたんですけど、うん、まあ、ここ、まあ、丸岡は、まあ、相変わらず丸岡だなっていう。それはどういう部分ですか？いや、もう、昔から変わらないよねっていう。まあ、大学生セット、まあ、高校生セットが大学生セットになって、で、まあ、その大学生が社会人セットになって、うん、まあまあ、今までずっとやってきた子たちとやってるので、まあ、それは息合うよなと思いながら、まあ、見てましたけど、まあ、結構それよりも、サイコロさんの方が、まあ、結構こう、なんだろう、やっぱり相変わらず戦う集団だなっていうのはすごい感じましたし、うんうん、女子もキーパーのレベルが、どこのチームも上がってるなっていうのはすごく印象に受けて、うん、サイコロさんなんか多分、去年も、試合出てた方だと思うんですけど、多分サッカーから来た感じだったので、去年は結構こう、うん、フットサルのキーパーっぽくないなっていうところがあったんですけど、今年はちょっと見たら、ブロックの仕方とか、面の作り方とか、うん、守り方とかが、本当フットサルのキーパーの守り方に変わってて、やっぱこう、どこのチームもキーパーの質がやっぱ上がっていると、やっぱ点取りにくいよなっていうのはすごい感じました、見てて。先制は埼玉さんでしたもんね。豪快なミドルシュートで。前川さんですね。あの方も、ママさんプレイヤーで。結構、今季ママさんプレイヤー何人か多分いると思うんですけど。うん。まあそういう人が活躍してくれるのはすごく嬉しいですし、まあ、もともと知ってる方だったんで、結構こう見てて。うん、スペインでもやってましたよね。そうです、そうです、そうです。はい。はい、僕、息子さん仲いいんですよ。私も会ったら遊びます、ね。でもこれちょっともったいないですね。12秒後ですもんね、失点がね。そうですね。得点直後、コーナーだから。そう。北側のボレーもめちゃめちゃうまかったですけどね。うまかったですね。はい。置きに行くような感じのね。もう本当当てに行くだけっていう感じで。まあ、シュート数見てもね、17本打たれて5本でね、先制したっていう感じだったから、しっかり守って対応してたのかなっていう感じの数字残ってますけど、まあ今年埼玉ね、伊香台選手とかが抜けたから、結構
あの顔ぶれ変わってますもんね。で、堀田選手とかも出てないんですね、昨日の試合。堀田選手はですね、去年の最終節、それこそラック戦で、怪我をして。あ、ベンチには入ってたけどっていう感じなんですか、じゃあ。ベンチにもいなかったんじゃないかな。あ、なんか登録メンバーには入ってるんですよね。あ、そうなんですね。うん、多分北谷さんと一緒の怪我ですね。アキレス腱。そうそうです。なんで多分それで出てなかったと思うんですけど、まあ、やっぱ堀田選手とかいないのはしんどいやろうなと思いながらも見てたんですけど、やっぱり名前が変わったですよね、石原選手、7番とか、あと、まあ、それこそ前川さんもそうですし、あと池田選手、ピボの、池田智子去年した。はい、17番。まあ、その辺がやっぱ中心となって、結構チャンスはあったと思うんですよ。うん、ビッグチャンスが結構3、4回あったんですけど、いや、丸岡のキーパー の藤江選手がめちゃめちゃいいセーブ。よかったですね。うん。うん、本当にあれ決まってたら多分引き分けか、もしくは負けてたんちゃうかなっていう。ぐらいのビッグチャンス3回ぐらいをやっぱものにできてなかったんで。まあ、そうなると、こういうスコアになっちゃうかな。なるほど。バディさんがベンチにいたよって書いてくれてますね。アップはジャージでスタッフ的な立ち位置で参加してたって書いてくれてなるほど。あ、トサルパンナさんありがとうございます。サイコロホッタさん、アンさんは怪我です。ベンチにいましたって書いてくれて。藤井選手はね、それこそこの間代表の合宿行きましたけど、男子のね、元石とちょっと話したんですけど、彼もこの間 U25 みたいな代表に呼ばれたんですけど、あれに選ばれるだけでもやっぱり自信が全然変わるって言ってましたね。だから、まあ、藤江選手もそういう意味では、すごいいいね、モチベーションで開幕戦迎えられたのかもしれない。だって浅野選手いるのに、ね、先発っていうか出てくるもんね。いや、もう、多分、ラックの中で一番足元うまいんちゃうかなと思いました。あ、そうなんだ。キックも右も左も正確に結構蹴ってて、でスローとかもめっちゃ綺麗に投げるんですよ。早い。判断がめっちゃ早いです。そうなんだ。そうなると、やっぱラックのその切り替えの速さを売りにしてると思うんで、まあ、そういうところにはつながるかなっていう。ね、結構浅野選手が来れない時のキーパーがね、不安だったりしたんですけど、小林選手も出てきてるし、これちょっと丸岡のキーパー争い面白いですね。そうですね。うん。いやーすごいな。選手層がどんどん厚くなってるのはね、非常にいいことですね、これ。はい。ね、これ女子、どうですか？こう開幕して、また試合もね、続いていくと思いますが、新シーズン始まったっていうような感覚は、今ありますか？そうですね。まあ、1試合やって、ああ、また始まったなっていうのはありますけど、まあ、来週もまたすぐ試合なので、まあ、こう、始まって、蓋を開けてみて、ああ、このチームはこんな感じだ、このチームはこんな感じだなっていうのも、若干ですけど、感じることもできましたし、まあ、あとはこう、スポゾーンっていう新しいコンテンツができて、こう、ちょっと、いい方向に、フットサル界というか、女子フットサル界もいい方向に向かっていければいいなっていうのも、なんか結構反応も、皆さんの反応もすごい画像が綺麗で、見やすいねとかって言ってくださってると、やっぱこう見る意欲も湧いてくると思うんで、まああとは内容、自分たちがどうこう見られてる人に対して、どういういいこうフットサルをするかっていうのもすごく大事だと思うので、まあ、そういった意味では、あ、開幕したなっていう気持ちはすごいありますし。うん。ね、次もいきなり北海道行かなきゃいけないんですね。北海道めっちゃかわいそうなんですよ。去年の私たちと一緒で。リュウが、はい、対戦相手だったんですけど、来られないので。なるほど。なんかね、パッとエキシビションマッチでも組めればいいんですけどね、これね。できないですね。自分たちもこう飛行機の減便の、減便の影響で帰るのが次の日とかになるので。うん。全然やりましょうかって感じですちょっとかわいそうですね。府中と丸岡の試合もだって10時半からですもんね、これ最初の。そうです、そうです。ね、なんでまあ、
自分たちも去年それを同じことを経験しているので、うん、まあすごくかわいそうというか、まあ残念だなっていう気持ちではいますけど、まあ、きっといい会場でいい試合をさせていただけると思うので、まあ、楽しみに北海道行こうかなとは思ってますしかもこれ終わったらワールドカップあるわけじゃないのに3ヶ月空きますからね。そうなんですよリンピックがあるんで、まあ、そこはしょうがないですけど、まあ、こう2節して準備期間待つ3ヶ月に、まあ、2ヶ月ちょっとになると思うんですけど、うん、あるのは、まあ、またちょっと変わってくると思うので、だいぶ毎年やってるリーグとは、うんうんうん、そうですね、またここも注目かなっていう短期決戦になる感じがしますもんね、この3節以降っていうので。いやなかなかこうね、普段と違うシーズン、コロナもあってオリンピックもあってで普段と違うシーズンですがね、まあそこをどう過ごすかっていうのは一つチーム力問われるところかもしれないんで、またそういうところもね注目してみれたらなと思います。はい、はい、あとワディさんがコメント書いてくれましたが、丸岡が887名集めたから神戸ラウンドも有観客でたくさん集めたいですね、書いてくれてます。任せてくださいこれおそらく先週末の試合で丸岡埼玉サイコロが一番観客数多かったんですよね、この887。そうですね、まあ、結構入ってたと思うんで、やっぱり有観客でできるっていうのはやっぱり先週にしたら、まあ、すごいやっぱパワーになりますし、こうやっててよかったなって思う瞬間だと思うので、まあ、神戸ラウンドもしっかりお客さんを集客してというか、まあ、しっかりコロナの影響もあると思うんですけど、まあ、そこも考えて、まあ、しっかり集客して、まあ、毎年神戸一応一番取ってるんで、お、そこは目指して頑張りたいなと思います。3節4節が連続で神戸で、これ3日連続であるんですね、18、19日。一応神戸、その3連休なんですけど、神戸がそこでいつも毎年フットボールフェスタって言って、いろんなフットボールの祭典っていう形で、はい、アイナックさんだったりとか、まあデューソンさんもそうですけど、ちょっとビッセルさんは管轄がちょっと違うのであれなんですけど、まあそこら辺がこう一緒になって一緒に、まあ、フットボールを盛り上げましょうっていうところなので、うんうんうん、はい、ぜひ皆さんも神戸に、まあそのぐらいにはコロナもちょっと落ち着いてもらってそうですね、ね、あれの後ですもんね、オリンピックの後で、はい、ちょうどこれワールドカップ期間中ですね。そうなんです。なので、まあね、女子フットサル見て夜はワールドカップみたいな感じになるといいですね、これ。はい、うんうん、はい、ということで、女子の試合結果でございましたね。次節もちょっと来週すぐあるんでね、楽しみにしたいなと思います。はいはい、で続いて F1 で、バサジー大分がね YouTube でホーム第1戦のダイジェストを放送してるんで、ぜひこちら見てください。で U20 日本代表が、今日から合宿があって、今日のね午前中に小暮監督のインタビューを、させてもらったんですが、なんとね本当は来週U20 代表とフル代表のトレーニングマッチを予定してたらしいんですよ。でこの間サッカーでもねやってね結構な話題になったんですけど、残念ながらこちらちょっとコロナの関係でできないということで非常に残念なんですが、なんかここ最近U20 がね一生懸命活動してたのは、まあもちろん当初はね FC U20 選手権っていう目標が、そこで連覇するっていう目標があったんですけど、それがなくなった後に、まあ、JFA はね一生懸命動いてくれてオーシャンカップへの出場を打診したり、まあ、なんとかこの U20 の、ね、選手たちに経験を積ませようとして、親善試合を F のクラブと組んで、この A 代表との親善試合までを一つの活動にしよう、でこの AFC U20 の決勝の代わりにこの A 代表との試合をやろうということでずっと活動してたんですって。なあ、それがちょっとね流れてしまったのは非常に残念なんですけど、はい、まあ、今週、あさってかな、浜松と練習試合があって、一応そこで、このチームの活動が一区切りになるかなというところなんですが、うん、まあ、結構こういう動きをしてたのはちょっと個人的にはすごく驚いたし、嬉しかったですね。なんか、うん、なかなかこういうね環境で難しい中、はい、まあ、チームもいろいろ協力して選手を送り出してくれてもいますしね、町田なんかは特に練習できなくなりますからね、結構4人ぐらい取られちゃったりすると、
ね、なので、まあ、ちょっと日本全体上げて、この U20 の強化をね、いろいろやってくれた中で、まあ、彼らが成長してまた F リーグとかでね、活躍してくれたらいいのかなと思います。やっぱ若手の活躍刺激になりますよね、若林さんたちも。いや、なります。まあ、女子も特にですけど、やっぱりこう、F リーグ男子も、こう、年齢が、こう、高い人がまだまだずっと、こう、活躍、まあ、そう、活躍できるのがフットサルだと思うんですけど、まあ、早くこう、どいてくれってやってくれた方が、安心して、は、どうぞってなると思うので、やっぱりこう、こう、年寄りっていうか、上の人たちが、活躍できてしまうからまだいると思うので、もう活躍できないよっていう状況を作ってもらうのがやっぱ日本のフットサル界には必要かなと思いますし、まあ、盛り上がっていくためにもそこは必須だと思うので、うん、まあ、日本の若者たちに頑張ってもらいたいなと思いますけど、ね、どんどん頑張ってあのフットサルをねやる選手をね増えていってくれるといいなと思います。はい、でもう一個若い話題なんですけど、 U18 のフットサル選手権の、予選が結構全国各地で今行われてまして、昨日東京都大会が、行われました。で、前回王者のね、ペスカドーラ町田 U18 が、まあ、今年も優勝候補に挙げられてたんですが、なんと東京都のベスト8で、リガーレ東京に負けてしまい、敗退となってしまいました。なので、まあ、前回大会も、帝京長岡がね、北信越の予選で負けてしまったんで、前回王者不在で行われたんですけど、今回も前回王者不在で全国大会が行われることになってしまいました。はい。で、まあ、優勝、東京都大会の優勝は、ゾット・ワセダ。で、2位がフーガドール・スミダ・ファルコンズ。で、3位がその、エスカドーラに勝ったリガーレ東京。この3チームが、関東大会に進出ということになっています。ちょっと東京大会はね、あの映像の配信もあったりしたんで、少し見ることができたんですが、若林さん、さっき、大沢選手のね、これ今写真出てるのがね、あ、これ隅田かな？これ隅田ですね。ゾットの、27番、後ろの後列、あ、これは、はい、こちらですね。これがゾットなんですけど、後列の、左、から3番目かな、大沢正史選手の弟の大沢寛治選手っていう選手なんですけど、高校2年生で、2発とんでもないゴールを決めてて、ちょっとまた後で、これの概要欄にも貼るんですけど、動画ぜひ皆さん見てほしいんですけど、このちょっと2つのゴールを若林さんに解説してもらいたいんですが、1つ目が、まあ、ブザービーターはもうないからあれなんですけど、残り3秒から自陣のキックインで対角に入ったボールを、ファーズメって言えばいいのが、ボレーで決めた。とんでもない、説明しながらも何言ってるんだっていうようなゴールなんですけど、このゴールどうですか？決めたらもう最高でしょ、こんなの。いや、もう最高だと思う。さっきも、オーバーヘッドの話出たと思うんですけど、やっぱ残り時間を、やっぱしっかり気にしてたら、じゃあどうシュートで終わるかって考えると思うので、じゃあそこに浮き玉で入れてくるっていう想定は多分できますし、でそのボールに対してヘディングなのか、まあ、こうオーバーヘッドなのかボレーなのかってなってくると思うので、まあ、残り3秒ってなると絶対ダイレクトだなっていうイメージは絶対持ってると思うんですよ。なるほどね。中でのあのゴールだと思うので、もうなんかもう本当にそういうこう勝つためのアイディアっていうか、どうやって勝つかっていうところが本当に詰まってる言ってんじゃないかなと思います。でもちろんボールもすごくいいボールでしたし、まあ、その相手チームがちょっとやっぱりこうふわっと最後やから大丈夫やろみたいな感じで、みんなこう3枚ぐらいいたのにみんなこうスクするんですよ、うん、だそういうところもやっぱりこう、まあ、フットサルって最後何が起きるかわからないよねっていうのがすごい感じれる試合だったと思いますし、自分はやっぱりあそこでしっかりゴールっていうのを意識してた大沢選手っていうのは、やっぱりこう、あ、勝負師っていうか、見える選手だろうなっていうのはすごい見て思いましたね。ね、相手もだから距離があるから3秒でここまでまず来ないかなとか、そういうのも考えますもんね。で、その中でゴールをこう諦めずに狙えてたっていうのはね、いやー恐ろしいですね。そしてもう一つのゴールもね、これ、さらにとんでもないかなと思ったんですけど、
奪い切って体めちゃめちゃ体勢崩しながら、左足でズドンと右上に突き刺すっていう。こちらいかがでした？まあ、そのフィジカルの強さとかが、なんかちょっと森岡選手っぽいなって、こう、ガスガスっていく感じが。で、なおかつシュートも、左利きなのかなって思うぐらい、確かボレーは右足で蹴ってるんで、うん、多分右足じゃなかったから右で利きだと思うんですよね。でもやっぱりあそこで多分あれトーキックなのかな、うん、弾道がトーキックっぽい感じだから、まあああいうところでバランス崩しながらもこう打てるっていうのは、まあ、清水和也選手とかもそうですけど、でそれで高校生、まだ高校生って思ったら、あのもうしっかりとこうできてるな、体ができてるなっていうのもありますし、あとはその前のこうかわし3人ぐらいかわしてたと思う、うん、それでもやっぱブレない強さっていうのがあるから、多分ボレーもブレずに打てるんだろうなっていうのは思うので、まあ、うん、あのプレーはすごいですね。なんかもう俺が決めるよっていう自信だろうなっていうのはすごい見てて思いました、うん、ね、非常にちょっと本当将来的に楽しみ。まあ、今回ちょっとまだあの U18 選ばれて、あ、U20 か選ばれてなかったんですけど、全然入ってきてもね、おかしくないなと思いましたし、それこそあの、彼あれなんですよね、大沢、あの、まさしの弟なんですよね。なんで、そう、今日打ち合わせでワールドカップにあの、星兄弟のね、あの、ワールドカップ揃っていくのありなんじゃないかみたいな話もちらっとしてたんですけどね、大沢兄弟がね、U20 代表でやるみたいなのもね、あったかなみたいな感じの大会があればあったんじゃないかと思うようなね、活躍してたんで、まあ今後また関東大会とか、あの全国大会続いていくんでね、彼らが、あの、どんな戦い見せてくれるか、また僕らも情報拾って紹介していきたいなと思うんで、ぜひちょっと注目してほしいなと思います。はい。で、まあこれに関連してなんですけど、作陽高校が、中国大会進出を決めて、まあ、これまでね、全、7大会、あった中でずっと唯一、全国大会出場を続けている作陽大会が、まあ、中国大会に出たので、まあ、このままね、また出てきて、連続出場記録を8に伸ばしてほしいなと思います。結構ね、もう F リーグに、あの、帝京長岡と作陽高校出身の選手は非常に今、増えてきてるんでね。はい。また未来の F リーガーもいるかと思うんで、ぜひ、今年作陽高校にも注目してほしいなと思います。はい。で、続いて記事紹介も、これ結構しっかりやりたかったんですけど、北谷さん、いっぱい喋ってもらってもいいですか？時間が半過ぎちゃったんだけど。これ、ね、2年前に書いた、もう2年前になるんですね。ちょっと1年空いちゃったんですけど、その、フットサルどう盛り上げるかっていうので、ちょっと YouTube 各クラブどんな感じで頑張ってるかなっていうので、チャンネル登録者数をまとめたのを2年前に書いたんですけど、ちょうど2年ぐらい経ってたんで、その後どうなってるかっていうのを F2 女子合わせてまとめてみて、うん、数がどれぐらい増えてるかも、まとめてありますんで、興味ある方はぜひ見てみてください。府中がね、頑張って伸ばしてたり、そのあたりも、結果として現れてきてたりしてて、すごい調べながら面白いなと思って見てたんですけど。これ、フットサルチャンネルのやつも入れといた方がいいんじゃないですか。そうだね。そうそうそう。書いてて思いました。自分たちのも入れないとね。あ、でも僕ら湘南に勝ってるんですね。いや、湘南は1000超えてったんじゃないかな。あれ？まだ？湘南432って書いて、なんかキックフー、うん。あ、本当ですね。はい。あ、湘南に勝ってる。喜んでいいのか分かんないけど。でも伸びでは負けてると思います。まあもちろんね。難しいけど。はい。ちょっと僕らも、ここに並べて、恥ずかしくない数字にしたいんで、皆さん、チャンネル登録まだの方は、ぜひ。あ、ぜひお願いします。お願いします。ね。神戸はどうですか？これ、こういうの、今、まだやってないですね、YouTube。ね、神戸も一応チャンネルは持ってて、で、今年から、結構、運用っていうか、まあ、使うようにはしてます。なるほど。こう、TikTok 頑張られてると思うんで。あ、そう。そのままなんか持ってきちゃってもいいのかなと思うんですけど。ああ、なるほど。一応 TikTok が結構こう、まあ、入り口、TikTok を入り口にして、うん、まあ、そっからっていうのを、まあ、ちょっとやりながらやってるんですけど、YouTube を多分マローカみたいに、こう、
あそこまではまだできてない。うんうん、ですけど、まあ、その方向性もいろいろあると思うんで、そうですね、ネタ的な、アローカさんみたいに、ね、ネタ的なことをやるのか、フットサル的なことをやるのか、まあ、それがクラブの方針になってくると思うんですけど、まあ、でもちょっと徐々に、あのベビーチーズのこういうあのダンスとかを上げてます。結構スポンサーさんとの関連の記事を上げたりとか。はい、ぜひ見ていただけたら。はい。ちょっとね、こういうところでも、日常的にフットサルチームと触れるとね、試合また見に行こうっていう気持ちにもらったりすると思うんで、まあ、クラブやってる方はね、結構大変かと思いますが、ぜひ、こういう、情報発信とかも頑張ってほしいなと思います。はい。はい。コメントありがとうございます。友野さんもこのチャンネル、まだまだ宣伝しないとですねって書いてくれてます。すみません、宣伝頑張ります。はい。ファンタジスタさんが10月、これ女子リーグですよね。山口開催なので見に行きたいですって書いてくれてます。ありがとうございます。S ダブトなんで。おぉ、熱い。あ、鉄板です。持ってで S ダブトだったんですよ。負けてるんで。兵庫じゃなくてね、山口でね。なんかね、全国大会もね、いつも、他の地域でやるから、あんまり兵庫で対戦してないんじゃないの、この2チーム。去年まで全日本選手権の予選とかがあって、それは、まあ、兵庫とか持ち回りだったんで、こう、うん、関西圏内でもやったりとかしたんですけど、兵庫県で試合最後したのいつやろでも、一昨年の神戸フェスタっていう、こう、神戸がこう、集めて、選手、海外のチーム集めてやるやつで最後 S ダブとやりましたね、多分。それぐらいでしか見れないっていうね、なかなか。いや、本当ホームゲームでやりたいんですけどね、そしたら来てくれると思う。そうですよね。うん、なんか神戸まで、なんかいつも電車とかも一緒なんですよ、上まで行く電車とか。意味あるかなと思いながらも行くんですけど、もうここで試合するみたいな、もうあそこでする、あ、もう練習場でするとかみたいなぐらい近い距離なんで。確かにね。まあでもね、女子フットサルの普及には非常にいいカードになると思うんで、ぜひ、はい。もうね、ファンタジスタさんも、いっぱいいろんな人連れて試合見に行っていただけるといいかなと思います。お願いします、ぜひ、うん。はい。というところですかね。では、最後告知何かありましたらお願いします。北谷さんある?僕はないです。ないです。とりあえず、はい。じゃあ、若林さん、今週末の試合の告知をお願いします。わかりました。え、今週末以外の今週末の、今週末の。今週末。今週はい、今週末、北海道で、なでしこ、なでしこじゃない、F リーグ、女子の F リーグ、2節、第2節が、行われますので、2日間にわたってやられるので、スポゾーンでぜひ、見ていただけたらなと思います。北海道の方はぜひ、現地に足運んでいただいて、見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。これね、1日で3試合かな?見れる、お得な感じもありますんでね。まあ、2日目は1試合に今のところになってますが、はい。はい。ぜひ、会場行ってたりね、スポゾーンで見てもらえたらなと思います。はい。じゃあ、ね、若林さん、今日もありがとうございました。また、ありがとうございました。ね、また、次も笑顔で会えるように、いい結果を残し続けていただけると。わかりました。嬉しいです。次もあれですか ?F リーグの後?次はいつだ?次は一周空くんで、どうですかね。じゃあ、2週間後ですね。はい。うん、はい。また、その時にね、2節を終えての振り返りをじっくりできたらなと思うので。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ今週もじゃないか。今週まだ金曜日はありますね。次金曜日またあるんで、ぜひ、金曜日のお昼12時半に、こちらのチャンネル見てもらえたらなと思います。はい。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。失礼します。